こんにちは、思春期の子育てアドバイザーの道原圭です。本日は高校入試の小論文対策という話をしていきたいと思います。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。でですね、もう今までに受験生の方もたくさんね、サポートしてきました。まあたくさんね、その結果合格させることができているんですけど、例えばこちらの方、そしてこちらの方、さらにはこちらの方、まあ今紹介した方たちというのは、私が直接ね、メールでサポートしたり、勉強会にお越しいただいて、まあお会いしてサポートしたりして、無事に志望校に合格できた方になります。でですね、本日は高校入試の小論文の話をしていくんですけど、まあ、本日の動画のね、通り、小論文の対策をしていただければ、あなた自身も今紹介した方たちと同じように志望校に合格できると思います。よかったらこの動画参考にしてみてください。はい、まず最初にですね、まずは過去問をチェックしようという話からしていきます。じゃあどのようにね、小論文対策を始めていくのかというと、まずはですね、過去問をチェック、ここから始めていくことがものすごく大事ですね。やっぱりね、敵が何かを知らないと対策は打てないので、必ず過去問をチェックしていきましょう。で、過去問なんですけど、まあ自分のね、高校受ける高校名プラス過去問とかで調べていただいて出てくることもあると思いますし、まあ出してない学校もありますよね。その場合は他の高校でもいいので、どんな小論文が出ているのかっていうのをね、実際に見ていくことが大事になります。まあ僕の方でもね、いくつか調べてあるので、ちょっと紹介すると、例えば1つ目、あなたは将来どんな大人になりたいですか？それに対してどのように高校生活を送りたいですか？まあ、こんなようなね、過去問がまず1個あります。で、2つ目、この例もあるんですけど、これ何かというと、台風被害、また最近あったね、台風被害の、まあ、ニュースのね、記事が、小論文のね、本のところに書いてあって、で、この記事を読んで、あなたには、この記事を読んでね、助け合いについて書きなさい、みたいなね、こういったテーマで出ていることもあります。で、あとね、よくある事例もう一つ紹介すると、例えばね、日本の食料自給率、こういったグラフが小論文の問題に載っていて、で、このグラフを読んで、食料自給率は上げるべきかどうか書きなさいっていうのね、こういったケースもあります。まあ、今言った3つのパターンですね。まあ一つね、こうテーマがパンって載ってるパターンと、なんか記事が載ってて、それに対して、なんか、設問があるパターンと、あとはグラフが載っていて、設問があるパターン。基本的にはこの3つに分かれますので、まずはね、過去問を一応チェックしてみるってところから始めてみてください。はい、次に、そもそも小論文とは何かっていう話をしていきます。まあ、過去問がね、まあ、こんな問題出るんだっていうのが分かったら、次にね、小論文とは何かっていうのをきちんとね、理解しておくことが大事です。で、小論文でね、じゃあそもそも何かというと、これはですね、まあ、ぶっつけ小論文っていうね、まあ、ものすごく売れたね、本があるんですね。で、その著者である樋口雄一先生という方がいらっしゃいます。この先生がね、多分小論文界ではね、日本トップだと思うんですけど、まあ、この樋口雄一先生によると、小論文とはテーマに対して自分は賛成か、反対か、これを論じるものが小論文というふうにね、樋口雄一先生は言われております。なので、例えばね、先ほど言った食料自給率、これに対する小論文を書くんだったら、自分自身はね、食料自給率を上げるべきなのか、それとも現状維持でいいのか、これをね、きちんと、決めて、で、その理由とかを書くっていうのがこのね、小論文になります。よくやってしまうがちな失敗は、まあ、上げてもね、現状維持でもどっちでもいいと思いますみたいなね、そういう立場で文章を書いてしまう子がいるんですけど、これはね、点数下がってしまうので注意してください。はい、次に書き方のコツという話をしていきます。小論文の書き方、これいろいろあります。いろんなパターンがあるんですけど、まあ、一番ね、シンプルに確実に高得点が取れるのが4部構成と言われているものですね。これどういう構成かというと、まず最初に問題定義、これを行います。で、問題定義というのは何かというと、まあ、例えば先ほどのね、この食料自給率のね、小論文で言うのであれば、まあ、グラフから読み取れるように、現在の日本の食料自給率は 39% と、他の先進国と比べて非常に低い状態です。なぜここまで下がってしまったのだろうかっていうような感じで、まず自分自身でこのね、食料自給率に対する問題を定義する。これが最初の問題定義になります。これが第1部ですね。で、次2つ目。ここ何持ってくるかという
と意見の提示です。で、意見の提示というのは何かというと、まあこういう状態、まあ、最初に問題提起述べた後に、自分自身は日本の食料自給率を上げるべきだと思っていますっていうような方を、まずさらっと自分の意見を述べる。これが意見の提示になります。で、次にですね、展開です。展開というのは何かというと、まあ、食料自給率でね、この意見でね、上げるべきだって言ったと思うんですけど、これのまあ理由をしっかり書いていくっていう部分ですよね。このまま食料自給率が下がり続けたら、いずれ日本は食べるものがなくなってしまいますとかね、なんかいずれね、食品の価格が上がって、苦しい状態になりますとか、なんかそういう自分なりのこう意見を展開していくのが展開になります。で、最後は結論です。従って私は食料自給率を上げるべきだと考えるっていうような感じで、まあ、最後に自分の1話の結論を持ってくるわけですね。まあ、2つ目のね、この、意見の提示ではさらっと意見を言って、で、最後はしっかりと意見を言う。この、ちょっと強弱の割合がね、少し難しいんですけど、まあ、最後にもう1回ね、しっかり結論を言うってことが、大事になります。はい、次に樋口雄一先生から学ぼうという話をしていきます。今言った流れでね、展開でこうね、書いていけば、基本的にね、そんなに悪い点数は取りません。あとはもうひたすら練習していくのみですね。まあ、ただね、いろんなテクニックももちろんあります。で、これ辺はね、もう本当にね、樋口雄一先生のね、上に出るものはきっといないと思うので、まあ、もしね、しっかり学びたいっていう場合は、まあ、本屋さんとかに行くとね、樋口雄一先生のね、小論文の方がいろいろ売ってると思うので、その辺をいくつか購入してですね、で、それで自分なりに学んでいくっていうのが大事になるかと思います。まあ、最低限押さえてほしいポイントはね、今言ったこの4部構成で書くってことと、きちんと主張を述べるってこの2つですね。まあ、ここさえ押さえておけば基本的には合格点は取れると思うので、まあ、大丈夫って方はね、今言ったポイントを押さえて、あとはひたすら練習していただければと思います。はい、あとですね、もう少し細かい説明、こちらはですね、私のホームページの方に詳しくまとめております。この動画の下のところのね、詳細欄のところにホームページの URL 載っけておきます。よかったらこちらも参考にしていただければと思います。